Das sind die hier, ne? So. Der hier ist im Gange. Und da werden wir jetzt auch hingehen. So, Einladungsergebnis. Diona, die wird denn vom zum Katzenschwanz. Okay. Let's go. こうだ。キャッツテールの酒は実に。ああ、旅人か。まあ、その感じじゃ聞いたことも言ったこともなさそうだな。お前、それは人生損してるよ。キャッツテールには面白いドリンクがたくさんあってな。きっと、しかも店名の通り、かわいい猫たちが店、かわいい猫に囲まれながら美味しいドリンクを飲めば。2000… あ、でも大丈夫か。あのディオナっていう子はモンドで最高のバーテンダーだからな。ノンアルコールのドリンクくらいパパッと作ってくれるさ。それにあの子もすっ Ja, ich habe ディオナには definitiv noch, 内緒にしてくれ Legenden よ。 gesprochen. Die と machen にwir かく jetzt zuerst. キャッツテールはすぐそこだ。俺はその辺で酔いを覚ましてくる。お酒の材料がもう切れちゃった。まったく、大人たちはなんでこうもお酒を飲みたがるの？ディオナちゃんの作ったお酒が美味しいからよ。大人が持つべき自制心は一体どこに忘れてきたんだか。ディオナちゃんのスペシャルドリンクを前にしたら、その自制心がなくなるのも無理ないわ。何それ、ただお酒が飲みたいだけの節操なしじゃない。いや、誰が猫だにゃ。あ、もしかしてあなた、カッツレインの人間を見るのは初めてなの？え、しょんじゅうすてりようなの？キャッツテールへようこそ。ねみつ erstmal das erste。猫？うちには確かに可愛い子猫がたくさんいるわよ。子猫は愛らしいものね。多くのお客さんが君と同じように猫目当てで通ってくるくらいだもの。何せキャッツテールみたいに猫と触れ合える場所なんてモンド城にそうないから。ふっ、猫なんて選ぶっててわがままで何が愛らしいの？何よその理由は。可愛けりゃ何でも OK ってこと？お店に来る人の反応を見るに確かにそれが一番の理由でしょうね。ほら、お兄さんも子猫たちを見に来たんでしょう。でも残念だわ。店の子猫たちったらいつの間にかみんなお外に遊びに行っちゃったの。タイミングが悪かったわね。少し時間をくれればディオナちゃんが連れ戻してきてくれるんだけど。私がいつあのいたずらっ子たちを連れ戻すって言ったにゃ。これも店の仕事の一環よ。それにあの子たちもディオナちゃんに懐いてるから、ディオナちゃんがやってくれた方が楽じゃない。どうせ暇を持て余していつも通りどこかの誰かに甘えてるだけだと思うけど。そうかしら。お客さんは子猫目当てで来たのよね。子猫たちと仲良くなれば。今回お外に行っちゃったのはロジャーとネルソン、それにまたあいつらか。勤務時間にこっそり抜け出すなんて。まあ、子猫たちがみんなディオナちゃんみたいに頼もしいわけじゃないからね。私は猫じゃにゃい。とにかく連れ戻せばいいってだけの話でしょ。それくらい簡単にゃ。それじゃ頼んだわよ。私は店番してる。 OK、 頑張ろう。どこにもいない。どこい、心配しないで、方法はあるから。あの猫たちはまずはマージョリーさんのところに行こう。前にロジャーが自分のおもちゃを壊しちゃった。ひょっとしたらおもちゃがないせいでお店を抜けだ。詳しいも何もと、ほら。そのマヨネーズラーメン。ああ。genau gegenüber。ほら、ディオナ。猫用おもちゃを取りに来たのね。オーダー通
通り補強しておいたから長うん、ありがとう。お金はマーガレットさんが払いに来るから。ええ、わかったわ。それで、そのロジャーっていう子猫ちゃんはキャッツテールで飼ってるの？うん、いつもお店にいるよ。よかった。じゃあ2、3日したらお店に…それは…それにしても、リオナは猫のことを大事にしてるのね。猫用おもちゃを作るため…だって、お客さんがロジャーと遊ぶたびに、ロジャーったら興奮しておもちゃを壊すから、誰もいないときはキャビネットの上でおとなしく座ってるのに。猫の気持ちを考えるだけ無駄だよ。次はサラさんのところに行こう。ネルソンは食いしん坊で、いつもたくさん食べるのに体重は。Mindest mal keine langen Wege, ne? シカガリへようこそ。あれ？リオナ？どうしました？サラさん、前と同じ猫ママをちょうだい。おお、ネルソンでしたっけ。ご飯が切れちゃったんですね。少々お待ちください。今用意しますから。Alles für die Katzen。はい、こちらをどうぞ。大した材料は使ってませんから、お代は結構です。その代わり、今度時間があるときに子猫ちゃんを連れてきてくれませんか？ぜひ触ってみたくて。ね、ネルソンに聞いてみる。大丈夫。普段はあまり人懐っこくないけど、魚の匂いがするとすぐおとなしくて、もあいつ食べ始めるとキリがないの。誰かが抱っこしてご飯から遠ざけ。今回の猫ママは量が少ないから、よし、これで準備完了。ロジャーとネルソンをさ、ロジャーは高い場所が好きだから。うん、きっね、あなた屋根に登れる？無理だったら私がやるから下。本当？そうは見えないけど。Auf nach oben, ja, das kriegen wir. Denn wir sind Spider-Man. So, Kätzchen. Wo bist du?Süßes Kätzchen. Da ist das Kätzchen. Warte, das ist Roger, da ja. Er ist an so hohen Stellen hochgeklettert. Nicht näher kommen, sonst fliegt er weg.さっき準備したものは覚えてる？今こそロジャーには。うん、よく覚えてたね。ロジャー。それは50-50。うわぁ、警戒心ゆるゆる。普段は偉そうにしてるのに、人を見ると甘い。店に来たお客さんが真っ先。そう。スペシャルドリンクにゃんかよりも、モフモフの子猫の方が好かれるに決まってるもん。いっそのこと新メニューなんか出さずに、猫をたくさん飼えばお客さんも寄ってくるんじゃにゃい。おしゃべりはこの辺にして、ロジャーを連れてネルソンを探しに行こう。あったかい場所が好きで、この前は鍛冶屋の近く。So, Gebüsch neben der Schmiede, die ist hier vorne.やっぱりここにいた。気持ちよさそうにうとうとしちゃって。じゃあさっき用意したものを出して。うん、ネルソンはこれが大好きだ。きっと喜んでくれるはず。bewusst falsche Antworten geben wahrscheinlich, ne? 猫ママを見ただけでこんなに喜ぶなんて、食いしん坊なやつ。なんでみんなこいつを甘やかしてご飯を、ひょっとして
わざとお腹がすっつる賢いやつ。だからみんなこいつを見るなり。今だすやつみたいに敵っこにゃい。なんならおみさ、こいつを抱いてあげて。大丈夫、軽い。よし、次はペイズリーの番だね。もいもい、ペイズリーは何派でもな。さすが師匠だ。Ah, da fliegen wir doch hin. Da fliegen wir doch hin. Beasley, やっぱりここにあいつにはどんな手も通じないの。簡単に言うと、世界が自分ちゅ。お店にいる時も他の猫たちと遊ぶだけ遊んで、あまりお客さんの相手はしないし。まあこの話はいいとして、とりあえずペイズリーを連れ戻そう。ここは私が行くよ。おい、なにそのやる気満々な。全然反応がない。ペイズリー、よし、にゅっと。ふい、これでよし。にゃ、何よその目は。こいつが私に懐いてるのは単に、っていうかこんな性格の猫も人気があるなんて。尻尾を振るだけでみんなに貢いでもいいって顔しちゃってさ。こんな子猫が何匹も増えた日にはキャッツテールのバーテンダーも必要ないね。ね、あなたもそう思ってるんだ。今から帰って伝えてみる。猫、それじゃこの猫たちはあなたが先、私は早く帰って里親を募集してるね。ドリンクなんか